飛ぶたびに、新恐怖を感じる。フィギュアキング羽生結弦、27が4回転半、クワッドアクセルジャンプを飛ぶ心境を、このように表現した。羽生は、フィギュアスケート前人未到の4回転半に、挑戦している。羽生は26日、埼玉スーパーアリーナで開かれた全日本選手権、男子シングル、フリースケーティングの最初の課題に4回転半を持ってきた。両足で着地してダウングレードとなり、3回転半の点数が付けられた。だが、これは最も4回転半に近いジャンプという評価を受けた。カナダメディアの CBC は、羽生が史上初めて4回転半を飛んで、もう少しでちゃんと着氷するスケーターになるところだったと伝えた。羽生は初日のあのアクセルを、皆さん初日で見ていて、羽生、めちゃくちゃアクセル上手になったじゃんと思われたと思うんですけど、あれができるようになったのが、本当にまだ、ここ2週間くらいとし、それまでは、注力回転ももっともっと足りなかったと伝えた。フィギュア選手が空中に留まる時間は1秒もない。4回転半を完璧に飛ぶためには 0.2 秒ごとに1回転しなければならない。そのために両腕を胸側に集めて、体をまっすぐにして回転する。4回転半を飛んで降りてくると、体重の7から8倍の荷重が足にかかった状態で着地するため怪我をする危険が高い。羽生は慢性的な足首の負傷に苦しめられている。先月にはトレーニング中に転倒して右足靭帯に怪我をした。その後、国際大会に出場することができなかった。来年2月に開幕する北京冬季オリンピック。五輪を控えてストレスがかなり大きかった。羽生はストレスとかいろいろ溜まって食道炎になって熱が出てみたいなのがいろいろあって、1ヶ月間全然何もできなかったとし、その時点でやめちゃおうかなと思ったと話した。特に4回転半のトレーニングが苦しかったと語った。難しくて孤独だったためだ。羽生は氷に体を打ちつけて死にに行くようなジャンプをしていた。それができる過程って、ひたすら暗闇を歩いている感じ。頭打ちって脳震盪で死ぬんじゃないかって思いながら練習していた、と吐露した。それでも、羽生は4回転半を諦めないでいる。羽生は全日本に来る最後の日の練習で本気で締めて、あと4分の1で360度を飛べる。9判定できるぐらいで4発ぐらいできたとし、いろいろ考えた結果、この全日本ではやめられないなと。皆さんがかけてくれている夢だから、皆さんのためにも飛びたいなと思ったと意気込みを表明した。羽生は2014年ソチ大会、2018年ピョンチャン大会で、金メダルを獲得している。すでに世界のトップに立った羽生に4回転半が重要な理由は五輪3連覇のための必殺技だからだ。4回転半の基本点数は 12.5 点で、3回転半、トリプルアクセル 8.0 よりもはるかに高い。回転不足 10.0 の判定を受けても高い点数を取ることができる。羽生のライバルとされている、ジャンプマシーン姉さん、チェン、22、米国がすぐそこまで迫ってきている。チェンは4回転ジャンプ5つを実戦で全て飛んだ、最初の選手だ。チェンは、初めての逸話だったピョンチャン大会では緊張したせいで、ミスを連発し、5位にとどまった。その後、出場する大会ごとに、金メダルを収集している。ピョンチャン五輪以降、国際大会で羽生を4度も抑えた。チェンは、羽生の4回転半への挑戦を見て、久しぶりに羽生のスケートを見ることができて、嬉しい。でも、
ハブの挑戦が私の五輪優勝計画に影響を及ぼすことはないと自信を覗かせた。ハブは全日本選手権で総点 322.36 点で優勝して北京行きチケットを獲得した。ハブが残り1ヶ月間に4回転半を完璧に飛ぶことができるようになれば、3度目の五輪金メダルを首にかけることができるはずだ。これまで五輪フィギュア男子シングルで3連覇を成し遂げたのは1人しかいない。ギリス・グラフストローム、スウェーデンは1920年はアントワープ大会。1924年シャモニー大会。1928年3もリッツ大会のフィギュア男子シングルで金メダルを獲得した。